田でーす。今日はね、何枚出していいかな。矢吹田さんから GoPro を譲っていただきました。でね、買おう思ってたんで、まあでも高いからなーって悩んでる時にちょうどもう譲っていただけるということで、今これヘルメットにつけて撮影をしております。ね、画角とかちょっと下向いてるかもしれないですけど、まあうまいこと撮れてたらいいかなと思って走ってます。で、音声の方はね、先確かめたら、まあいつも通りの感じで撮れてたんで、あとは風切り音とかもまあ同じ前から拾ってるんでいけるとは思うんですけどね。で、今とりあえず奈良を走ってます。さっきあれやな、全然差もないな、もう全然差もないな。ただ一つ GoPro で気になるのが、あのバッテリーの持ちがソニーの方が全然いいねんか。聞いてる？あ、さっき喋ってんの。全然持ちがいいねんか、これ。ほんでだから GoPro がだいたい20分ぐらいでバッテリーがなくなるって聞いてるから、あ、そうなん。そう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 。で、まあその撮影モードにもよるけど、これが今1080×60 で、でスーパーワイドビューでこうすごい外までこう、広がって映んねんか。でやっぱ前と違うのは、そのアゴマウントって言ってみんながやってるその口のところらへんつけてるから、前やったらこうヘルメット右側やから左の方でこうやってもそこまで映らへんかったよな、みんなで発車してる時も。見た、なんか猫立っとった。猫立ってた、旗持って。あ、ほんまに、全然気づいてなかった。手振ったら無視しやがった。そうそう。ほんでまあまあそれがどういう風に映ってるのかも楽しみやなと思って。まあかといって今日は何っていうわけでもなく、どういう風に撮影が撮れるのか、なんかみんなからしたら、今更 GoPro って感じかもしれんけど。確かにな。これがヒーロー4ってやつ。今セブンまで出てんのかな。あれやろ、買ってくれてるの、先に。へえ、へえ、へえ。待ってるわ。ゆうで日和。多分な、あの音声の拾うマフラーの音とかは、まあマイクは何にも変えてへんから、差し替えただけやから、こちらの本体が出てんのから、何も変わらへんと思うな。そうやな、どういう風に映ってんのか。いや、ちゃんと動いてる。あ、動いてんの。低いな、ほんまやな。ちょっと低いかもしれんな、それ。映ってへんで。映ってへんで。何が？画像消したん？これ見えへんで、多分。あ、そうなの。前で点滅して秒数えてあるからできてると思うねんけどな。カメラマーク出てるし。なんか出てるやろ、カメラマーク。快適やな。しかも体が一枚身軽になってるから。そうやな、前とは全然違う。楽やろ、やっぱ切る枚数減ると。
不動産屋じゃの家具屋かな、なんかこうモダンはえモダン系やったの。は？うん、さっき手前看板で出てた。あ、そうか。うん。まあでもこれ帰ってデータを出して、めっちゃ下向いてたら皆さんごめんなさいって感じやの。我慢してみてみたいな。でも結構初めの頃カメラってやっぱその通って帰ってみて、でやっぱ角度あかんわだ、横向いてるわって感じの繰り返し繰り返しやしな。せやな。うん。今日の天気やばいな。何なの？あれな、ずっとあんな、うん、でここのとんかつ屋も結構有名や、ね、今めっちゃ人おるやん。まあ学生ばっかりやけどな。あ、めっちゃいい匂いするなあ。セブンイレブンできてる。ポストあんね。うっせやん。セブンやのにあんねや。てかもう偶然前にあるだけじゃん。な、敷地の中やった？分からん。なんか赤いポストがあっただけ。うん。こんなことツタヤできてるよ。コルベット。これは顎にすることによっていいのって、あの前やったら耳の横やったから風切り音が結構ゴーってすんね、やっぱ本体に当たる。見た目は横の方がいいね。あ、ほんま？こっちより？うん。なんで？見た目横の方がいい。ほんま？出っ張ってんの。出っ張ってんのがええの？出っ張ってんのが嫌な。いや、単純に左側取りにくいとか。ああ、うん。でこれで風の音がうるさくないねんか。前からや一回ぐらい。え、なんで口んとこやし、前耳に近かってんか。横にあったからここやし。うん。うん。かめっちゃ音聞こえるやん、耳の横やし。うん。うん。これ前やし聞こえへん。うん。前やし聞こえへん。聞こえてるわ。テクニックしてかはってな。これ映ってんで。え？映ってんで右側。後ろの源ちゃんびっくりしちゃって、何で振ってんやろ。セブンイレブン多いな。ん？セブンが多いな。セブン？うん。何セブンって？コンビニ。ああ、知らんかった？セブンイレブンっていうコンビニあんの。知ってるよ。入ってきよる？ほら。なんか鳴ってんで。え？なんかピョン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 って何が鳴ってた？え？ピョン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 って。なーにも鳴ってへんで。鳴っとったって今。え、バイクかは知らんて。ああ、外の音やろ。ああ、うん、何の音やろ。なんか警報器みたいな。じゃあここ夜はちょっと神器臭いし。うん、うん、行け。うん、ほらポストあるやん。ほんまやな。ういえいし、どうぞ。降りるよ。よいしょ。いたいたいた。よっこいしょ。見ててや、行くで。ちょっと自分の顔が映るってキモいな。まだ？どう？いや、うねってんで。どこが？
ここ。一応、うん、お店の名前だけは伝えとくわ。うん、言霊ってとこ行くし、うん、うん、めっちゃゆっくり出るやつ、うん、ちゃおちゃお、ここテレビ出てたで一回。あ、そうなんや。うん、美味しいかな。まあ普通の中華屋。あ、そうな、うん、またセブンイレブンあるけど、夜もうええわ。マジでセブン多いな。多いな、この辺。あ、しかも絶対ポストあるし。ほんまやな。臭いと思うで。臭い。うん。あ、やば。まあ前の動画と見比べてみて、うん、一番わかりやすいのはやっぱ広角やから、すごいこう横まですごい映りよると思うねんか。うん、うん。それが多分結構こう見栄えが変わるかな。あと先であのカメラが真ん中に来るっていうのは。うん、うん。うん、GoPro で、うん、そのワインディングとかもな、うん、走ったらどんな感じかも撮ってみたいな思って。うん、うん、ワインディングって何？山道。ああ。うん。峠やな。うん。今日は 13？ 今日は10。え？ TS いつ？ TS 14、13や。うん。楽しみやな、どんだけいい感じで撮れてるか。うん、多分な、こっちがこうやった方が映るかな。やめてや。使うよ。いやいや、絶対やが。絶対やが。今のサムネイル。いやいや。入っとるやろ。あ、待って、こっち向いて。虫入った。うそ。まだ10個目目にも虫入ってる。ん？10個目目にも虫入ってる。うんうん、言うな。これテーブル聞かへんから。画面こんなのでる。あと17分。何が？ん？目的地まで。珍しく見つかってるよ。おう、場所知らんし。あ、そうなの、うん、まあ、店がやってるかどうか知らんけど。調べろよ。まあまあ、そういうのもな。うん。ありやろ。まあ、という感じで、GoPro で初撮影、お前こと言ってるかちょっと楽しみにして帰ろうか。うん、うん、じゃあ目的地はもうすぐ着くと思うけど、バッテリーももうないんで。早っ、うん、じゃあバッテリーがな、あのもっといっぱいこれたはってんけど充電できてなかったから、そんな数持ってこれてへんしな。うん、しゃあないな。まあ今後はちょっとこれで撮影していこうと思ってますんで、皆さんよろしくお願いします。またお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。じゃおー。そうか、チャオってする点も真ん中になった。前こっちやったんが。そうそう。あ、バルバルこんにゃくって。うん？なんなんそれ。丸いこんにゃくやろ。ああ。
いや、なんかしてんのかな、もう。いや、こんにゃくに反応した。え、どこにあんの、ここら辺、もつこで。なんて名前だっけ、忘れた。え、コロコロ、なんやったっけ。違う、こんにゃくちゃうやん、しかもそれ、まるまるやん。え、あ、これや、あった、言霊、駐車場この先って書いてある。はい、